先生に質問なんですけど、はいはい、感覚先生でいいよね。勝地先生。いや違う違う。何ですか？教えて勝地先生。うちのレッスンってバカ高いじゃないですか。そうだね。めっちゃ高い。1回100万円でやらせてもらってるんですよ。はいはいはい。平井博明のワンナップゴルフ。お金をいただくバイト、いただかないバイトで、うん、レッスン内容って変わるの？まあ、いただかないレッスンがないんだろうけれども、うん、例えば友達にさ、はいはいはい、ちょっと教えてよみたいな、はい、いや俺100万円だよみたいな、ほんとね、パターだけじゃないんですよね、100万円なの。そうなんですよ。そう、ね、変わりますね。変わる変わる。無料の方が厳しいかもしれない。厳しい厳しい。どういうこと？容赦しない？容赦しない。あ、じゃあ普段優しくしてんだ。優しくしてる。無料はね、やばいと思う。そうか、気使わないから。気使わない。言葉も選ばないし。普段皆さん優しくしてるそうです。いや厳しいと思うな。厳しいんだ。動き一つにしても、うん、許容範囲が超狭い。それじゃダメみたいな。あ、そんなんじゃダメみたいな。そう、俺のやりたいスイングにしちゃう。そっか、うん、そっかそっか。希望とか関係ない。関係ない。だから悩み聞かないから。その人来て、うん、グローブはめて打席立ったら、うん、もういじるから。打ってないのに。打ってないのに。打ってないのに。やばいじゃん。やばいよ。だからその人がどんだけスピードあろうが、うん、どんなスイングしてるか関係ないから。やりたいようにやる。やりたいようにやる。あ、だから俺に教えてくれるとき厳しいんだ。お金払ってないから。まあそれは冗談としても、うん、見てやるけども厳しい、うんうん、厳しい。めっちゃくちゃ厳しい。できるかできないか知らないけど、うん、こうやってやんだよみたいな感じ。本当に俺の中の完璧じゃないと OK が出ない。今日弱いか狭い。めっちゃ狭い。例えばね、お金払って、うん、来ていただけるお客さんでも、うん、めっちゃ厳しくしてくださいって最初に言ってくれればめっちゃ厳しくするし。でもその代わり本当に厳しいよ。そうだよね、うん、やめとく。めっちゃくちゃ厳しいかな。アドレスの、うん、これと、うん、これもうこれダメだから。分かんない。違い分かんない。そう、ちょっとでも腰が張ってたり張ってなかったりとか、うん、ちょっとのズレが許されないから、うん、だから無料のレッスンは本当やめた方がいい。、うん、まあ、やる時間ないでしょ。でも、あ、そうだね。そんな隙間はないんだけど、うん、いろいろ有料無料関係なく、うん、しっかり伝えなきゃいけないところっていうのは、うん、もちろん厳しく言うし、うん、まあ、そこまでシビアじゃなくてもいいですよっていうところはもちろん緩く言うんだけど、意外と逆転してることが多くて、そこちゃんとしなきゃいけないですよねっていうところが、うん、意外とルーズだったりとか、うん、そういうのは結構多い。レッスンやってて、あとはじゃあ反対にそんなとこをそんなに気にしなくてもいいのにっていうところをこだわってたり、うんうん、そう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 、すごくそういうとこあると思って。結構あるんだよね。ボールの位置とか、うん、手の位置とか、うん、フェースの向きとかはすごく重要なのに、うん、意外とその辺アバウトな方多くて、うんうんうん、それいいスイングしたら当たんないよねっていう向きを向いてたりとか、動きはすごく意識するのに、アドレスのこの軸はちゃんと意識できてない。こうなっちゃったりこうなっちゃったり、こうやって構えたりこうやって構えたりとか、そういうことは多いんだけど、動きとなると結構真剣に意識はされてる方が多くて、逆っていうか、アドレスの方が大事だなと思うけどね。動いてる時なんか分かんないんだから、結果論でいいんだよね。うん、後で例えば気にするんだったらしっかりビデオ撮ったりとか、うん、そういうもので自分の動きをチェックしなきゃいけないのに、そういうこともあまりやらずに、こうやって動きたい動きたいっていうだけでイメージだけで動いちゃうと、それが本当にいい動きしてるのかどうかが分からないから、そういうのは良くないね。そもそも無料で教えることあるの？ないね。知り合い系だけ？あ、そうだね。学生なんかには前は。あ、そうなんだ。うん、もちろんお金はもらわないし、一緒に練習してただけだから。あ、その時はやってたけど、やっぱ厳しいもんね。ふてるか笑うか、うん、泣くか。泣くんだ。うん、まあでもそうだよね、うん、パチンコ帰りに寄って、うんうん、ふざけた球打ってたらそれは怒るよね。いいんだよ、パチンコ行ったっていいんだけど、厳しいかなと思ったけどね。しなちゃんは泣かなかったの？しなちゃん真面目だったからね。そうなんだ、うん、どれだった？
ふてんなかった。ふてんなかった。ふてんなかったのか。しなちゃん結構ポカンとしてたからね。こうふんわり系だから。あ、そうでも、でこういうショット打ってたけど、ね、めっちゃキレがあった印象だな。そうなんだ。うん。今よりバックスイングなんかも20センチぐらい浅かったんじゃないの？そうなんだ。アイアンのキレがすごいなっていう印象。もう結構この辺だった気がするんだよね、バックスイングで。こういう感じ？今はめっちゃ深いもんね。そうなんだ。深いな。この話も深いし。そうだね。しなちゃん、うん、そう、すごい真面目だった。自分の球数ちゃんと打ってコーチ連れてきたりとかして、うん、でボール拾い11時からやって。あ、そうなんだ。そう、それでちゃんと帰ってたから、だからやることちゃんとやってたよね。まあ、その成績じゃない、プロになってあるな。でもそういうのだから、まあ、学生だとね、そういう感じ、うん、だから父ちゃんにも厳しかったし俺。厳しいの？そう、俺は小学校の時、うん、超厳しかったから、うん、ゴルフ本当毎週日曜日が憂鬱だったから。そうなの？あ、連れてかれるの？今交代。そうだな、本当もう嫌なイメージしかないもん、印象しか。そうなんだ。だから父ちゃんとゴルフは一緒にやりたくないと思ってたもん。そう、無料の方が厳しいっす。あれ、ね、意外とさ、同級生でやるときあるじゃん、うん、ゴルフ、うん、あいつらはさ聞いてこないよね。聞いてこない。すごいんだよ。すごいよね。ああ、プロだと思ってないもんね。そう、多分そう。そこがいいんだけどね。そうね。そうなんだよね。もうね、俺は本当そういうの意識しないからいいんだけど、うんうんうん、他の例えば先輩プロとか、うん、もう活躍されてるプロゴルファーにそんなこと言ったらやばい、失礼でしかないことを平気で言うから。だからめっちゃ楽しいんだけどさ。そうだよね。だってミスったらめっちゃ湧くんでしょ。めっちゃ湧く。やばいよね、多分ね。あれとかってなるでしょ。めっちゃ楽しいから。あの8月、うん、IBC、ね、コンペやりますんで、うん、何年ぶり、3年ぶりかな、3、4年ぶり。あれ、だから絶対手加減しないんでしょ。そう。それ向けんで、まあ、天板にやるから。そうでしょ。ちょっと手抜いて、うん、やられてみなよ。やばいよね。やばいから。一生言うでしょ。3年来るから、3年以上は。一生来るよ。一生言うや、あいつらは。一生言う。そう、あるな、そういうの。で、習う側もさ、うん、やっぱりお金払って習った方がいいのかな。うん、そうだよね。絶対いい。ね、あ、金額じゃないし、よく徹くんが最初俺らなんかワンナップのこと決めるときにさ、1円でもいいからやっぱりお金をね、そう、払った方が、そう、受ける側の気持ちも変化があるもんね。そうだね。あ、だからやっぱりちゃんとした形を取ってやった方がいいよ。でもほら、ゴルフ場来れば教えてくれる人いるじゃん。練習場にもいるよ。いや、練習場にいっぱいんでしょ。あ、そう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 。あの、あ、もっとバックスイング上げた方がいいんじゃないかとか。そうよ、ね、多いから。ただでいっぱい習えるから、うん、特に女性の方なんかはいっぱい教えてくれるんじゃない。やばいよね、一人で来たら。無料だよ。無料だね。無料、無料だ。多いな、でも、ね、うん、その方はね、経験されて、まあ、いろいろなアドバイスされてきたんでしょうから、それはそれで、まあ、聞くか聞かないかはね、ご本人次第ですけど。一回聞いちゃうとやばい、あの、次また来るんだよ。あ、どうだこの間のはとか。どうだこで受け入れてくれるって思っちゃったら、あ、2回目3回目も来るのね。そっかそっかそっか。そう、だからそういうのがね、ある。うん、だから気をつけてください。本当に女性の方、しっかりしたレッスンを受けていただくこと、うん、で、金額っていうのは最初の受けてない時のイメージって、うん、もちろん高かったり安かったりっていうイメージがあると思うんですね。なんで、あとはその受けてみて価値があったかどうかっていうのをまあ判断していただいて、次に来るか来ないかっていうのを判断していただいた方がいいですね。難しいところなんですよね、レッスンって。評価はこうこちら側が決めることじゃもちろんないので、
まあ、お客様が受けてみて決めていただいてっていう感じですね。そこら辺の人教えに行ってみるよ、どうですかなっつって行ってみます。知らない人みんな嫌な顔されるんだよ、依頼が来て。いや絶対そう、決めたがられるから。そうそうそう、行ってみようよ。でも、うん、例えば30人打席で打ってたら、うんうん、半分以上はこのワンポイントで絶対良くなりますよってこと絶対あるのよ。それだけいいものを持ってますよっていう人やっぱ多くて、本当に巡り合わせというかね、うまい例えば雑誌 YouTube とかレッスンプロに習ったら良くなるだろうなっていう人がいっぱいいる。やっぱりそれだけ悪いスイングしてないので、もっと自信持ってガンガンやってください。いろいろな動画ありますけども、今回は本当に無料級の動画を撮ってきました。気に入るも何もないと思いますけども、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。